李秀蘭という中国から出稼ぎに来ている女性を演じます。いやでもすごくびっくりしましたね。私中国語に一切触れたことのない人生だったので、もう脚本の段階で中国語のセリフがしっかりあったので、私にこれが果たしてできるだろうかという不安だったりもあったんですけど、やっぱり脚本を読んですごく面白いというか、ぜひやってみたいと思ったので、まあ中国語という高いハードルはありましたけど、ぜひ挑戦してみたいなと思いました。彼女は中国から一人で日本に出てきて仕事を探しに来ているんですけど、私自身新潟から一人で上京してきて、全然やっぱりこう日本の中で地方から出てくるのと違う国から来るのって全く全然違うとは思うんですけど、そういう意味でこう自分で決めて生きていくために出てくるっていう意味では近いものがあるなと思って、なかなかこうシリアスな作品ではありますけど、まあ、それ以上にやっぱりこう出てくる人間たちのこう人間関係というか、そういうものがしっかりこう描かれていたので、そこがすごく魅力的だなと思いました。いやなかなか撮影自体はハードでしたけど、共演者の皆さんすごくこう温かい優しい方ばっかりだったので、合間もこうコミュニケーション取りながら全然たわいもない話をしたりしながらなんとか乗り切ったっていう感じです。やっぱりこう精神面でも李秀蘭の生きる人生、この次元の8話の中で描かれてる人生でもものすごく壮絶な彼女の人生なので、そういう意味でこう毎日いろんな感情がこう出てくる、精神的にすごくハードだなという感じでした。最初はこんなやっぱり私自身たくさんいろんな作品で見てきた先輩方とご一緒できるのはすごく喜びもありつつ、やっぱり緊張だったり大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、皆さん本当に優しいというか、すごくこう受け入れて優しく包み込んでくれるような方々だったので、本当にありがたく思っていますし、間近で皆さんのお芝居を感じることができてすごく幸せでした。作品を見てるだけだと結構皆さんこわもて揃いなので、話すと皆さんすごいなんかこう可愛らしいというか、阿部さんも本当にすごくたくさん喋るんですよ。ありがたい、なんかいろいろ合間もずっと話しかけてくださったりとか、私の言うことを一つ一つに突っ込んでくださったりとか、すごく役柄とのギャップはすごくありました。関西人なんですよね阿部さん、だからすごい間が耐えられないって言ってました。和ませてくださるというか、それだけこうなんだろう、外ではコミュニケーション取れてるからこそ、こうシリアスなシーンだったり、まあ、アクションだったりとかっていうシーンに入った時にやっぱりしっかりコミュニケーション取って緊張感のあるシーンを作れたのかなというふうに思いますけどね。2話で出てくる違法風俗店に李秀蘭がいるシーンなんですけど、結構こうたくさん暴れるシーンで、次の日その次の日ぐらいまでずっと筋肉痛になるぐらい激しく暴れ回りました。でもそれが撮影2日目3日目とか、本当始まってすぐだったんですよ。撮り方もすごく面白くて、なんかすごいなんか斬新な撮り方してましたよ、ね、カメラガンってやりましたもん、ね、結構ハラハラドキドキする、すごいなんかダダダダダダンダンダンって感じかなりこうなんか臨場感のあるシーンに
なっていると思うので注目してみていただけたら嬉しいです。名もなき復讐者世間復讐劇ではあるんですけれども、周りを取り囲む集団、そしてテタさん演じる佐藤光三とのこう人生がすごく複雑に絡み合いながら進んでいくダークエンターテインメントとなっておりますので、カンテレそしてユーネクストで配信しております。ぜひご覧ください。仕事が欲しいんだろ。あなたの名前、税源、旦那さん病気、もっとお金必要、まだまだ働く、結婚するしかないだろ。偽装だよ偽装、偽装結婚。どうして私なんですか。普通の人だから、真面目で借金もない。殺すぞ。さくらって人知ってる。さくらは世間の奥さん、亡くなったの1年前に。お前はさくらの墓参りでもしとけ。若い頃は何だってできるような気がするんだ。そういうもんなんだよ。似てるかもね、あの子と雰囲気が。提言。